よっしゃ、いいか、いい。竹井テレビ公天チャンネル見ていただいている方、どうもありがとうございます。さあ今日はですね、僕の愛猫ニコールがもう亡くなってちょうど今日で2年になります。ね、令和4年11月13日に、なあ、22歳、まあ人間の年でいうともう100近い年で亡くなっちゃったんですけど、今日が二周忌ですよ。でピケがね、去年の7月31日はい、去年ちゃうで、今年やで、今年か。あのピケをどんなやつなのやめてください。命日は忘れ、四十九日は忘れるわ。お前もディズニーランド行っとったやないか。ねえ、まあやっぱり寂しいな。帰ってきてもう二人ともがおらんようになってなあ、こうやって毎日、お線香あげさせてもらってるんですけど、で最近のちょっと近所で野良猫がいてて、ほんで、で結構なんかこう地域でこう飼ってるというか、何匹もいてたもんな。でその中で一匹こう前も動画でちょっとね、YouTube では配信してないんですけど、 TikTok で配信したんですけど、一匹だけこう最後追いかけてきてくれて、それが白とちょっと薄い茶色ではないんですけど、ネズミ色っぽい模様だって、ニコルとは全く違うんやけど、それがこう上がってきた時、夕日の光が顔にパンと当たった時に、ニコルの顔になった時はちょっとたまらんかったね。あれはニコルの方に来たちゃうかなという感じでございますね。でもね、ニコルになった。でも、ね、太陽の光でニコルになった。ピーちゃん死んだ3ヶ月前のに、よう去年とか言うマジで、うん、ニコルになった。よし、ちょっと回してもらう。で実は嫁さんがまたこれ買ってきて、禁断のニコルピーね、じゃなしにその野良猫たちにあげるのに、もう4連ちゃんのやつなくなってるやん。で、まあ、ニコルがね亡くなって二周忌ですけども、悲しいんですけどね、やっぱり良くない、もうしみったれるのは、ニコルもすごく明るい子だし、俺も芸人やし、ということで今日はニコルの二周忌で、こちらハローキティサンリオピューロランドに来ました。ねえ、まあピケが四十九日の時はディズニーランドに行きました。ネズミです。やっぱ今回はもう猫は猫や。でキティちゃんとこ行きました。これで、ね、俺の家の近くのもう小田急線の多摩センターっていうところの駅で降りてすぐです。ねえ、キティちゃん、まあ嫁さんが行こうや行こうやって、俺は全く興味ないんですけど、でキティちゃんってその良さがよくわからないんですけど、まあキティちゃんのこの生誕50周年かな、キティちゃんってイギリスのロンドンで生まれたんですよ。で誕生日が11月の1日で、家族構成はパパとママがいてて、で今は旦那さんがいてるのかな。で子供の頃はピアニストと詩人になりたかったらしいですよ。ほんでね、みんなキティちゃんキティちゃん言ってるけども、50周年50歳ですよ。キティさんって言わなあかんねんて、もうキティちゃんっていうのは失礼や。それではまあまあ嫁さんもね、なかなか休みがない、まあほんで休みの時でももう電話鳴りっぱなしの、ことでございますが、まあ今日はちょっとね、その時間を割いて行こうやないかということで、じゃあ行きましょう。楽しんでこようね。行くよ。お姉ちゃんどうぞ。
ここ降りるんやろな。降りましょう。屋内やねんな、外じゃないのな。で、どこに行くの、何のアトラクションが、アトラクションとかあるの？あるある。あるの？で、キティちゃんどこにおんの？それ今から探す。キティちゃん探すの。でもなんかこう、夢の国みたいな感じやな、なんか。ちょっとテンション上がりますね。なんか今から始まる。始まる、これショーが。ショーが始まるのかな。ここにキティちゃん出てくるよ。え、キティちゃん出てくる。みんな、ホッキーセレブレーションパーティースタートだよ。ほとんど家族連れで、ちっちゃいお子さん、ほんで大体まあお母さんお父さん30代前半40代の、だからもうね、お母さんはテンション上がってる。だってもう世代やろ、キティちゃんも。旦那さんも死んだような顔してんで、何にも夢の国で何にもおもろない SD いう言葉言うたらあかんやん。いやマジで、でもなんなんやろな。あのほんで子供たちと一緒にキティちゃんが踊る、あれ大人は呼んでくれへん。俺も勝手に行ったろう思ったんやけどね。あかんか。これが僕の大切な仕事。綺麗ね。おお、やっぱりちょっと夢があるね。今からキャラクターボート何やるやつ、このアトラクションに乗るんやけど、これ40分待ちらしい。これ乗りますか？これ乗らんと始まらない。一番これがまあ人気あるんですね。でも所要時間は10分。はい、待ちましょう。ディズニーの奥だったら可愛らしい。せやな。奥ないし、暑くないしな。いいよ。まあじゃあこれ終わったらちょっとご飯だ。もう飯のことばっかり。昨日もそこには食うところがあるか。飯何食べれんや。朝起きても。これは飯どこで食べる？ビールはない。ない、ない。なんでやねん。ディズニーはお酒。なんでこのキティちゃんはあかん。一応対象年齢が低いんちゃう？いや、お父さんお母さん、お父さんとか来てる。お母
これはお酒ありにしてほしいな。なんか女酒飲んで暴れる人おると思うか。一回出てやれ飲んで戻っといて。なんかこう厳しいな。酒飲んだらおら来ていいよ猫かみたいな、そんな言う人おらへん。ちゃんといえばこの蝶ネクタイやな。から一番左端まで引っ張って。
楽しかったね。あ、まあディズニーで言えば It's a small world だよな。キャラクターボートライト、フォトコーあ、フォトコーあの写真はあれやね、はい、ただでは来れへん。あ、でも楽しかったね、うん、おすごいあるよ。これはいくらなの？1200円。いらん。なんで？でも写真の値打ちもなくなった。だって今の動画でこうやって撮ってそれでフォトになるわけやんか。昔やったら買わなあかんけど。ここはちょっと。オッケー。これがレディーキティハウス。ここでキティちゃんと会えんの。ここも結構並んでるな。あ、50周年アニバーサリー。あー、キティちゃんの50歳の誕生日。キティさんって呼ばれてる。ほな、ここで会って写真とか撮れないかな、うん、よっしゃ、待ちましょう。可愛らしい。こっちはかわいそう。初対面ということやな。あ、でもキティちゃんを最初作った人ってデザイナーの山口優子さんっていう人がだんだんこう人気のあるようにこう、ね、キャラクターをこう作り上げていたらしい。で、産業の会社の辻さんっていう人がキティちゃんをまあ、バカンス的にヒットさせたという感じで、だからキティちゃんはリンゴ5個分の大きさらしいからこんなんやろの、こんなちっちゃいちっちゃいの可愛らしい、楽しみ。体重がリンゴ3個分らしい、楽しみ。キティちゃんの子供心ですね。本当やキティちゃんと ご対面する待合室です。1番目でお待ちのお客様お願いします。わ、キティちゃんの頭が見える。どこいか、まあ、次の方ご案内です。どうぞ。キティちゃんカメラの準備お願いします。キティちゃんの一緒に会いに来てくれました。あ、一応みんなでお写真。どうでしたか。なんかすごいグイッとハート、ハートを静かめられた。今最後ハグでなんか、あ、生きててよかったって思った。いやキティちゃんスタイリッシュやな。リンゴ5個分ちゃうやん。リンゴ65個分ぐらいの高さや。まあ、でもなんかちょっと感動するな。やっぱりスターやな。食事するところは2カ所あって、ここは4階にあるフードコート。かわいいね、なんか。ここでご飯を食べるんですけど、ここは一番上やろね。ハローキティラーメンです。フライドポテトコーラにしました。うん、おいしい。フライドポテト、いっぱいキティちゃん食べます。
それで、これはピティちゃんのノリかな。人参がキティちゃんの蝶ネクタイになってんねんな。キティちゃんのカレー、うん、キティちゃんがご飯になってんねんな。カレーをいただきます。キティちゃんのカレー、子供が食べるやつな。もうないやん。打てるやん、もうないやん。シェア。はい、今ね、あのハローキティと歌舞伎がコラボしてる、かわいい歌舞伎というのを今見ましたけど、素晴らしかった。まあ、内容はね、著作権があってちょっと ね配信できないんですけど、まあまあ桃太郎の物語を題材にやってるんですけど、本来は桃太郎が鬼を退治して奪われた宝物を取りに行くというストーリーなんですけど、それを逆ですね、みんな仲間にしよう、鬼は敵ではない、鬼を、桃太郎が迎え撃ってみんな仲間になる、その桃太郎がキティちゃんなんですけど、みんなこう仲良くなろうみたいなね。やっぱ子供がいたら、いや、せやけどちょっと今の子供あんなクオリティにせられたら、幼くなったらどうするんやろ思うわな。あー、でもよかった。続いてこれは何のアトラクション？マイメロードドライブ。なるほど、ドライブいうことはなんか車乗るんやな、うん、結構これ並んでるの40分待ちやろ。今3時前やから4時からパレードやろ。ちょっと大丈夫？まあギリ。どうでしたか？まあ、面白かった。写真は買わへんの？買わない。高いわな、1000円って。でもまあ、普通にこう歩いてるところにいろんなこうキティちゃんとかの人形があるやん。
それと比べたらそのそっちの方が豪華や、うんうん、わざわざ入っていたみんなあれハリボテやみんなまあまあでも楽しかったか。じゃあ残すはパレード。いよいよ、最後のパレードね、何分か20分、いよいよ始まりますけど、もう朝から並んでる人とかいる、もう陣取ってる人とかももうよっぽど好きなんやな。まあこうやってね座って見てるんですけど、ちょっともうすぐ始まるんちゃうかなと思うんですけど、ほんで俺キティちゃんが赤いこれ俺蝶ネクタイ俺がリボンやん、ね、ずっとあもうちょっと前行けるらしい。3の映画見てるみたいで。違うやないか。これで終わり？かわいい。こんにちは。よろしくお願いします。顔でか。ディズニーよりキティランドに来てね。お願いね。ネズミより猫。ネズミより猫。はい、ということで、キティランド、サンリオピュロランド。どうでした？楽しかったです。楽しかった。満喫。よかったね。なんかこう、まあ今日はニコルのね、2周期で、
まあまあそれだけちゃんとこうね仏壇の前でと思ってたけど、まあ僕の嫁さんがなんかね、まあ普段まあちょっとまあいろいろね芸人のことでも大変やし、そんなんでちょっとその上ニコルのことをまた2年目にしてっていう日をねちょっと楽しくしようよみたいなんで、まあ嫁さんが気使ってねこうやってキティランド行こうよって来たけど、うん、まあ本当に楽しかったっていうかお前が一番楽しんでたんじゃん。っていうか子供の時から来てみたかったからさ、だからあれやろもう世代ドストライクやろ、うん、いや一緒に行ってねやっぱ世代の違いを感じたわ。だって一回り俺年上やから俺らこんなキティなんか50周年いうことは俺より9歳と9歳の時に誕生してそこから世に広まったのは何年後やから知らん。だからいやもうあのキティちゃんにハグしてもらった時はさ、まあまあ嬉しかった嬉しかった。子供の時に親ぬいぐるみっていうかああいうのを子供の頃って言ったら俺ら子供の頃はロバ君ぐらいしかおらへんからそれも知らん。相川金也が入ってたロバ君、ロバ君に会いたいみたいなね、あれに会えたみたいな感動みたいなんでキティちゃんとあの会ったのは嬉しかったけど、やっぱりそうやけど、まあディズニーランドもそうやけど、ディズニーはネズミやんかミッキーで、キティちゃんはこう猫やんか、俺はもうその猫とかネズミ世代じゃやっぱり犬や俺ら。なんなん犬。いや俺らは子供頃ノラクロっていうねアニメやったんや。だから犬世代俺らは。猫より犬や。実家にあったノラクロのさ、いつかが使ってた目覚まし時計がさ、我が家の中で一番価値がついてくる。そうやで、お父さん。あとは全部あの廃品ですって言われて。だから俺ら時のこうキャラクターっていうのはどっちかで犬の方が多かったな。昔からね、徳川綱吉のね、ね犬を大事にするっていうね。まあまあでも楽しかったです。ね、まあ本当にニコルも。ね、2年経っちゃったけど、ピケも3ヶ月経っちゃったけど、まあまあどこを追いやられてんの。子供の顔がいっぱい映る。ああそうかそう。まあ、そういったことで皆さんぜひ、楽しいですよここ。あのね、なんかディズニーと違ってなんか一つのこう屋根の下でみんなが一体化してこう楽しんでるっていう感じになるな、うん、それはすごくここの良さかなと。で昔のアメリカ の移動遊園地みたいなちょっと手作り感があったりとかしてすごく楽しいです。Golden leaf swaying the wind